JX 一分アクアリウム。この優しさを人と社会へ。この番組はペット用品メーカージェックスの提供でお送りします。皆さんこんにちは。さて今日は人気のグラスアクアを1分で作ってみたいと思います。用意していただくのはこちら、グラスアクア、アクアプランツ、砂、お水、そしてこのボトルウッドです。ではまずグラスアクアに砂を敷きます。次にお水を砂が回らないようにゆっくりと注ぎます。ボトルウッドとお好みのプランツを組み合わせてみましょう。グラスアクアにセットします。素敵ですね。最後にお水を足したら、はい、完成。お魚はお水が出来上がるまで待ってから泳がせましょう。癒しのアクアリウムをまずは小さなガラス容器とお好みのプランツで楽しんでみませんか。今日ご紹介したグラスアクアの作り方はJEXの特設ホームページでも詳しく載っています。ぜひご覧ください。